こんにちは。こんにちは、ソフィだよ。出身どこですか？スウェーデン人ですよ。あ、スウェーデン。はい。今日はめちゃくちゃ寒いんだけど。寒いね。今日は何食べるの？今日はしゃぶしゃぶ食べようと思ってて、やっぱりもう寒い時期だし。寒がりですから、あったかいのすごく食べたいんです、うん。食べに行こう。じゃあ行きましょう。行きましょう。大海牛と常陸牛っていうブランドの牛肉があって、あ、今日はそれのしゃぶしゃぶなんで、めちゃめちゃ美味しいと思う。そうね、全然詳しくないから。結構ね、豚のしゃぶしゃぶは昔ちょっと食べたんですけど、最近はあんま食べてないんですよ。じゃあいつもは豚のしゃぶしゃぶを食べる？そう、豚もですよね、うん、豚ガールです。あ、豚ガール。オーケー、じゃあ今日牛ガールでいこう。あ、牛ガール。いやいやいや、そうしよっか。スウェーデンのどこの出身なの？私はゲームオブフローンズ見たことある？いや、知らない。ゲームオブフローンズ、そこの町と同じなんだけど、ベステロースとキュウリで有名。そうなの。キュウリが有名。じゃあもう小さい頃はキュウリばっか食べてたみたいな。そんなこともない。お父さん大好きだったけど、私は全然。でもなんで日本に行こうと思ったの？言語が好きで、そう、やっぱ日本語の発音とか気に入ったんですよ。ああ、そうなの。発音が好きだなと思って、で言語を勉強したければやっぱりその国に行かないとね。そうだよね。うん、じゃあ乾杯。じゃあ乾杯。お疲れ様。ちなみに今つまみ来たんですけど、食べれますかこれ？あ、これは食べたことないね。何ですかね。あ、ちょっと魚か。魚。いける？まあ食べないと分かんないね。やっぱり自分の食事文化にないものがあんま食べないタイプな。これは何だろうね。これは昆布、シーウィー。あ、これはシーウィー。なんかちょっと怖いな。だからね、そんな。うん。うん、これはいける。これはスウェーデンに絶対ないわ。魚の、こういうちっちゃい魚ないよね。日本に来てから、ね、これは美味しいかね。だけど、うん、これってさ、なんかスーパーマーケットとか行ったらさ、スナックとしても買えるんじゃない？なんかつまみね。それは全然わかんない。でもすごいヘルシーで、うん、もうだからカルシウムもあるし、栄養いっぱいある。ちっちゃい魚行こうか。あんま匂いしてないね。そう。1個でいいの？1個でいいよ。1個で、うん、まずは。あんま味しなさそうけど、大きく違いよ。おいしいよ。全然おいしい。こういうちっちゃい魚って骨も問題ないね。若い頃からお母さんとかにきっとね、魚食べるときは骨気をつけろ、あ、すごく注意されるから。日本食だとさ、それ何が一番好きなの？何？あー、ラーメンじゃないか。ラーメンか。安くてね、おいしいし、うん、まあ、今の時期あったかくて、あと、そう、冬にはめっちゃ温めてくれるから。そうね。そう、日本に来たばっかの頃はね、結構ラーメン屋さんに全然入れなかったよ。かなり最近。だってさ、緊張するよ。一人で入るのはね。そう、なんかサラリーマンばっかで。あとまあルールもね、ちょっとあったりするから。ルールもあるし、あ、どうしようみたいな。販売機か。そう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 。これ何？これ何？これ何？その絵が面白いね。そのスウェーデン人の金髪の女性が一人でラーメン屋に入ってさ。ギャップだね。わお。黒いそうね。これはやばいでしょ。やばいね。お野菜と、あと近江牛、はい、2人前ずつご用意しております。はい、お鍋をかけさせていただきます。はい、こんぐらいの綺麗な肉食べたことない。これ何分ぐらい焼けばいいかわかる？いや、もうこれ入れてすぐ。あ、そうなんだ。うん、野菜からいこうか。野菜からいくか。じゃあ俺に任せてよ。やってくれんの？じゃあこれ豆腐。何が好き？全部。役に立たないな。これ知ってる？これはマロニーちゃん。日本語でちょっとわかんない。マロニーちゃん。ちょっと嘘っぽいけど。いや、本当に嘘っぽいけど。ソフィちゃん。ソフィちゃん、やめてやめて。ソフィ様じゃなかった。テイクバック。様でいいか。ソフィ様。様、女王様。ソフィ様。女王様。冬ってどのぐらいまで寒くなるの？地方によって違うけど、うん、私の町は今年マイナス20度かもしれない。マイナス20度、うん、それに比べたら日本なんて。ほっぺたはピリピリ。スウェーデンの人口で何人ぐらいとしてる？1300万。分かんない、10ミリオンとかって。10 to 15 million。 いや、どっち？どっち？じゃあそれ広すぎは。じゃあ10 million。 10 million？ あ、近い。9 million。 9 million。 9 million。あ、近いじゃん。俺今10いってるかもね。
の寿司なんだろう。あんまり食べないね。牛肉です。牛肉の寿司初めてだね。全部入れるから、いっちゃえ。これ出さきればみんなごめんなさいよ。あお。味わって、うん、わさびだね。わさび入ってる、少しびっくりしたいな。うん、美味しいわ。これもちょっと好きかな。それはね、ウニって言うんだけど。あ、ウニだね、うん、ウニは食べないでしょ。でもそれではウニ食べないね。そうしないと永遠に戻る。うん、おいしい。日本酒とか飲まないの？日本酒、うん、あんまり飲まないな。あ、私ね、日本酒はね、すごくかっこいいと思う。なんかイメージじゃない？あ、そのおしゃれなグラスでしょ。そうだね、うん、コップがおしゃれだし、なんか飲み方とかすごく美しい。あ、確かに確かに、うん、なんかすごく好きだけどね、あんま飲まない。味がちょっと強いからさ。いやでもね、日本酒もいろんな種類あるんで、海外の人に人気な日本酒でダッサイっていう日本酒があるんで、そういう約束しないよ。大丈夫、好きかどうか約束します。キャラだったら俺飲むんで。そう、お願い。俺日本酒大好きなんで全然大丈夫。いい男だね。むしろ残してほしいぐらいだもん。あ、そんなぐらい。飲みたいから。いやー、かっこいいよな。なんか深夜の居酒屋とかのイメージ。あー、うん、居酒屋とか行く？あ、行く行く。あ、行くんだ。めっちゃ好き。スウェーデンにはないわ、居酒屋。あ、そうだよね。野菜。あ、食べてみよう。あ、もうそろそろ、もうそろそろいいかな。猫舌。猫舌。猫舌ですか。え、知って、どうやって知ってたの？いや、別に知ってはないけど。見た目で分かったわ。見た目でもすぐ分かった。マグロだし、猫舌だし。イエーイ。噂のマグロ。なるほど。かわいいね。ノーキャロリーだからね、これ。これ、ごまだれとポン酢があるんで、ね、どっちがいい？むしろ。うーん、はい。はい。あ、おひやと思った。おひやじゃ、あ、いいよ、おひやで、これ。やばい、おひや。おひや、おひや、おひや。これ、ダッサイです。はい。じゃあ、乾杯。いや、本当におひやと思ったよ。はい、乾杯。あ、意外といけるかもね。あ、なんかちょっとだけドライだけ。うん、ちょっとだけドライ。うん、ちょっとずつだったら美味しいかも。そう。まあでも白ワインみたいな感じよ。ぽいね。お、いい顔してる。エレガント。美しいね。ね、うまっ。そう言われたら期待しちゃうよ。美味しい。めっちゃうまいよね。うん、美味しい。いい野菜だ。なんか食べやすい。食べやすい。かっこいいし。マイルド。結構健康なイメージだったね。油使ってないからさ。うん。うん。うん、美味しい。かわいいね。うん、うん、私もこっちの方が美味しそう気が。うん、うん、うん、これも美味しいね。うん、うん、家だけ野菜だったら私逆にこっちの方がいいかも。あ、なるほど ね。肉はこの系がいいかもね。楽しみ方がね、うん、二通りあるからさ。そうね、こっちに飽きたらこっちに、ね、混ぜたら混ぜたら。近江牛、近江牛って言って、滋賀県の牛肉なんだけど、うん、滋賀って言ったことある？滋賀会いたことないね。こうなんか見た目から判断すると、これが美味しいね。これが美味しいね。間違いないと思うよ。どう見ても美味しいわね。どう見ても美味しいこれは。じゃあ、はい、焼き方はお任せで。もうこれも完全に入れます。入れて、これもこんな感じでしゃぶしゃぶ。そうだよ。OK も OK も OK。あ、もう OK？ あ、じゃあお願い。
はい、あ、仕事早いね。ポン酢で行こっか。ポン酢で行く、うん、自分で決まった。私ポン酢で行くわ。じゃあポン酢ちょっと入れて。うん、もうすごい美味しい。いや、すごい美味しい。柔らかい。溶けちゃう。溶けちゃうね。うん。待って、もっと食べたい。いや、もういっぱいあるから、まだまだ。野菜は俺食べるんで、肉担当しちゃってよ。じゃあ、私はもう肉担当だね。いただきます。うん、美味しいわ。すごい美味しい。めちゃめちゃこれヘルシー。いや、そう言わないで。で、毎日食べちゃうから。そう、お金が全部邪魔しゃべり合っちゃう。いただきます。いやー、しゃぶしゃぶスウェーデンにもあればいいんだけど。そうだね。だって完璧じゃない。寒い国だしね。グループ的に集まってみんな一緒にやればいいからさ。そうそうそう。肉担当なのに何もしないな。大丈夫大丈夫。もうほんとレアでいいんだよね、これ。めっちゃいい肉だから、うん、これでいいかもしれない。あ、はい、やっぱ準備しなかった。ありがとう。そして乾杯しよう。日本酒乾杯。乾杯。乾杯。慣れてきたね。なんか慣れてきた。なんか慣れてるでしょ。なんか慣れてきたかも。そうそう。そう、今は全然問題ない。今は全然問題でしょ。うん、なんか逆にいい味する。だけどちょっとだけ味が強いって、うん、あ、うん、今度じゃあごまでいく。あ、いいねいいね。まずじゃあごまで。じゃあ戦う姉さんソフィどっちが好き。どっちが好きですか。あ、これは好きすぎ。はい。あ、うん、うんうんうん、うん、どっちだ、うん、ごまかポン酢か、うん、どっちがいい。いや、これはね、うちの方がいい。ポン酢ですね。ポン酢でございますね、うん、だってさ、肉がパッとがあるんじゃない。あ、はいはい、うん、あ、すっきりする。それでちょっと落としで言うとちょっと丸い味がするんじゃない、うん、なんか柔らかい味でしょ。で、こっちもちょっと柔らかい味だから、まあ、逆にこっちのシャープな味が、なるほどなるほど、コントラスト的にはすごくいい。素晴らしいコメント。食レポうまいね。いきます。うん、何回捕まえたの。捕まえたい、捕まえたい。みんな、走るのが早いから。面白いって言って。じゃあこれ食べ終わったら家帰ってもう寝ちゃうわ。そうだね、うん、Have a good dream。 Yeah。 いや、牛しゃぶしゃぶこの美味しいのって全然思わなかった。思わなかった。これは美味しいよ。さあ、スウェーデンだったらシドは必ず食べないの。食べないんだ。全然食べない。これね、必ず食べない。これグッドファット呼んで。でしょ、スウェーデングッドファットなんてないわね。あまりそういうクオリティの肉じゃないよね。最後ね。最後。最後ね。Don't cry。 言うもんやね。うん、あ、そうさま。ごちそうさま。あ、私ね、騎士なのよ。騎士。騎士。戦うソフィー。そう、戦うお姉さんソフィーだって言うけどね。私は中世ヨーロッパの剣術をやってるから、ちょっと騎士。そう、騎士になれたの。本当にやってる。コスプレじゃなくて。コスプレじゃない。おー、マジか。はい、もう食べ終わったよ。食べ終わった。どうだった。いや、美味しかったよ。お腹いっぱい。お腹いっぱい。お腹いっぱいは。なんか全て豚しゃぶしかあんま食べたことないからね。急に牛食べに行くって言われたらやっぱり緊張感があったんだけど、美味しかった。美味しかった。日本酒は意外といけた。いけた。結構最後の、ね、最後の方ね、結構飲んでたし。ありがとう、今日は。あ、
もちろん、こちらこそとっても良かったです。じゃあ、ありがとうございます。